どうも、ケイスケです。皆さん、お待たせいたしました。ソニーさんから新しく発売され、じゃない、発表されましたこちら 50mmF1.2 G マスターレンズ、こちらをですね、今日はレビューしていきたいと思います。なんかね、まあみんなの中でもこのレンズね、出るんじゃないかってね、もうこう気になってた方もいると思うんですけども、ちょっと前からね、こちらのレンズお借りしていろいろ作例を撮ってきました。冒頭の動画は、全部ねこのレンズだけで撮ったやつですね。もちろんこのレンズを撮ったレンズは別にあるんですけども、それ以外のカットは全部このレンズのみで撮りました。でまあ率直な感想なんですけども、面白いし挑戦的なレンズだなと思いました。なんで挑戦的かっていうのは、いや、やっぱ言っちゃおう。本当はね、動画の、まあ、ね、半ばから後半あたりで言おうかなと思ったんですけども、もう最初に言っちゃいます。言っちゃうと、やっぱりこのね、F1.2 っていうところですね。こんなに開放の F 値が低いレンズって他にあんまりないんですよ。で、今回このレンズは写真でももちろん使ったんですけども、冒頭でね、あった通り動画でも使ったんですよね。で、動画で使える F1.2 のレンズってまあないんですよね。なんでかっていうと、映像制作の現場、例えば映画とかもそうだし、一般的なまあプロモーションビデオとかそういう現場って基本は動画っていうのはマニュアルフォーカスなんですよね。で、 F1.2 なんてマニュアルフォーカスで合わせようとすると、もうピントの位置がさ、例えばこの写真とかそうなんですけども、もう片目しか合ってないじゃないですか。このぐらい被写界深度っていう、要はピントの合う位置っていうのが狭いんですね。なんでこのね、開放 F1.2 でマニュアルフォーカスなんて基本使えないんですよ。ってことはよ、動画で使うときにどうするかっていうと、オートフォーカスですよね。まあ要するに、僕がね、勝手に想像してるだけかもしれないですよ。想像してるだけかもしんないけど、このレンズ、F1.2 とかの開放で、うちのカメラならオートフォーカスで使えちゃいますよと。そういうことなんですよ。要は動画をオートフォーカスでもう撮る時代だと。そういう宣言のようにすごい聞こえてきたんですよね。まあ深読みしすぎかもしんないけど、そのぐらいの提案力、そのぐらいのパワーあるレンズだと思いますんで、このレンズどういうところが素晴らしいのかも含めて、今日は徹底的に語っていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、改めましてこちら、はい、こちらが、ソニーから新しく出ました FE50mmF1.2GM のレンズでございます。 GM っていうと G マスターっていうことですね。ここに G のロゴがあると思うんですけども、これがね、 G マスターの証ですね。で、 G マスターレンズっていうのはソニーのレンズラインナップの中で もう特にね、最高峰のレンズラインナップのことを言います。なんで例えばオートフォーカスだったりとか、ピント部の解像感、ボケ味だったりとか、もうそういう部分含めて、もう丸々ソニーのね、今のミラーレスにぴったりのレンズとなっています。例えば僕の使っている α7S3 とか、ここにね、α7-3 がありますけども、これとか今撮影に使っている α6400 とか、そういうのにももちろん使えるレンズとなっています。で、サクッとスペックをね、ご紹介しておくと、まあ焦点距離はもう分かっている通り 50mm で、 F 値は 1.2 から16までいきますね。で、絞り羽枚数は11枚です。このね、絞り羽っていうのが、まあ、中の絞りの決める数値なんですけども、これね、11枚ということで、ボケ感がすごく自然になります。まあこんな感じでね、まあさすがに全開放で撮るとボケ感がね、少しだけ歪みはすると思うんですけども、もうちょっとでも絞るとすぐね、円形になってくれるんで、その辺のボケ味とかも素晴らしいですよね。で、そしてフィルター径がこちら 72mm となっていて、で、かつ重さがまあ 800g 前後ぐらいですね、はい、となっています。で、もちろん僕の持ってるレンズ群からしたら軽い方ではないです。ないですが、このね、 50mm でかなり F 値が低いレンズのラインナップの中ではまあ軽い方なんですよね。かなり本当ね、 F 値っていうのを下げようと思うと、ここのね、径がどんどん大きくなっちゃうんですけども、この辺も 72mm に抑えてくれたりとか、まあ、このスペックの中ではかなりね、コンパクトに収まってる方だというレンズですね。で、外観をちょっと見ていきましょう。はい、外観こんな感じになっています。で、特徴的なのはやっぱこれですね、絞りリング。絞りリングは最近の G マスターレンズ、単焦点の G マスターレンズにはみんなついてる感じかと思います。で、もちろんこのね、絞りリング、ここで F 値を変更できるんですけども、これのクリック、ここでね、クリックをオンにしておくと、これこうカチカチと、はい、こんな感じでカチカチカチという風にできて、ここのクリックオフにしておくと、まあね、クリックなしで調節ができると
という感じになっています。でここにはオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えスイッチ でレンズ側にボタンが1、2と2つあります。これ2つあるのは横1の時、縦1の時ですね。横1の時はこっちで、縦1の時はこう持ってここでね押せるようになっています。ちょっとつけてみましょうか。はい、装着するとこんな感じですね。なんでボタンが、まあ、こう横1の時はここで押せて、縦1の時はこんな感じで押すというような形になっています。こんな感じですね。 α7-3 につけるとこんな感じ。 α7-3 自体がかなりコンパクトなので、ちょっとねフロントヘビーにはさすがになるんですけども、ただレンズの長さ自体はそこまで長くなくて結構持ちやすい感じはします。ケイスケの動画。そしてここからは、まあ、昨例ちょっとね振り返りつつ、僕のね感想みたいなところをシェアしていければと思います。でまずですね、このレンズ使ってすごい思ったことで言うと、シンプルに F1.2 開放ですごく使いたくなるなと思いました。まあね、最近のレンズってもうどれもね素晴らしいんで、開放 F 値 F1.2 とかでもうねキレキレなんですよね。まあこういう写真とか見てもらったらわかるんですけども、これね開放 F1.2 をこう F1.2 とか F1.4 とかね、そういう開放で撮ると普通はピント分もちょっと滲んだりするんですけど、そういうの一切ないっすよね。多分ね F4 とか F5.6 とか8とか、そういう風に F 値を絞っていったら、もちろん光学的にはちゃんとね、画質は良くなってるんだと思うんですけども、まあ正直もう分かんないくらい F1.2 でもピントもギャリギャリです。これ拡大してみてもらったら分かるんですけど、これで F1.2 かと思うぐらい綺麗ですよね。どうですか、にじみとかもないのすごいですよね。でさすがにねやっぱり G マスターレンズっていうことだけあって、コントラストとか色味っていうのも素晴らしかったですね。これね僕のあくまでイメージなんですけども、 G マスターレンズってちゃんとねオレンジとか出るんですよね。なんかねコントラストとか色味っていうのがソニーのこうフルサイズに最適化されてるような気がするんですけども、まあ、やっぱりこのね 50mmF1.2 も同じようなコントラストと色味を感じました。でその他色味以外の部分で言うとオートフォーカスですね。オートフォーカスはまあバッチリです。あのバッチリどころかちょっとね早すぎるかもと思ったぐらいですね。なんかこうピント迷いそうだなって部分も全く迷わず、もうスッと合ってくれるというような感じです。で特に動画で使った時なんですけども、ちょっとねオートフォーカス早すぎるぐらいに感じたんで、最近のね α7S3 とか多分ね新しい α1 とかもそうだと思うんですけども、オートフォーカスの速度とかその辺を調整できると思います。なんで下手なレンズとか使ってると、うわ早すぎるみたいな感じになっちゃうかもしれないんで、そこは改めてこのレンズを使った時に調整してあげた方がいいかもしれないです。そのぐらい正確にねオートフォーカスとか調整できるので、ぜひね作り込んでみてほしいなと思います。であと 50mm で F1.2 でちょっとね使いづらいんじゃないか、要は寄れないんじゃないかとかも思うんですけども、そんなことなかった。普通にこう僕とね妻のフォトちゃんと一緒にご飯食べてる時に、その食事をパシャッと撮るぐらいには全然ね近づけたりもするし、まあさすがにマクロレンズではないので、めちゃくちゃこう近くに寄ってこうね花じゃない葉っぱのねこう脈みたいなのを取ろうとか言ったらそれは難しいかもしれないんですけども、まあ普通に普段使う分には十分近くに寄って撮影もできるんで、まあその辺も全然気にすることないかなと思います。であとなんかあるかな、あとは動画面か。いや動画面はね面白いですね。僕ね普段旅行に行くときとかって広角レンズいつもね使ってる 20mm のレンズ、 20mmF1.8G ですねのレンズと、あとは中望遠帯のレンズ1本持ってくるんですよ、 85mm とかで。やっぱ 85mm とか使うとすごい被写体がね際立つというか、背景とか前ボケとかがしっかり入れられたりして、そういうので中望遠を普段使うんですけども、まあ、中望遠のデメリットとしては、やっぱりね、中望遠帯で画角が狭くなった分、ジンバルとかに乗っけたとしても、ちょっとでもね、こう、プッてずらすと、やっぱ画角がギュインと変わっちゃうんですよね。ブレが大きいというか。それがやっぱり焦点距離が短ければ短いほど、やっぱりそのブレはね、すごく少なくなるので、まあ、できる限りね、焦点距離の短いレンズとかをジンバルに乗っけて使ったりするんですけども、ただね、そんなまあやっぱり短くなってくると、次はね、さっきの言った被写界深度、背景ボケとかがね、なくなってくるみたいな問題があるんですけども、まあ、この 50mm に関しては F1.2 で背景ボケもしっかりありますと。で、かつ 50mm なんで、まあ中望遠よりはギュインと行かずに、なんとかこうジンバルで制御できるっていうのもあって、すごくね、動画でも使いやすかったです。まあこのね、ちっちゃいジンバルでも全然乗っけられちゃうと。いうような感じのねレンズと、本体のセットだったんで、その辺コンパクトな機材持ってる方でも全然使えるかなと思いました。ケイスケの動画。え、
あとあるかな。いやね、正直こう悪いところっていうのがあんまり見つかんないんですよね。なんか強いて言えばみたいなポイントもあんまりないというか、ちゃんと寄れるし、ピン飛ぶもカリカリで、でボケ感もしっかり綺麗で、でオートフォーカスも早いでしょう。あんまりこうね言うところないような、まあ、てぐらい素晴らしいレンズだと思いました。これ閉まってっかな、わかんないけど。で、冒頭でも言った通り、このレンズはですね、写真でも使えるんですけども、やっぱ動画で使えるっていうところが僕はねすごく推したい部分だなと思います。まあ理由は冒頭でも説明した通り、このね F1.2 ですよね。この F1.2 っていうのはやっぱりね、このソニーのオートフォーカスのね、精度というか速さというか、そういう部分がしっかりこうないと、この F1.2 をね動画で使うことっていうのはまあできないと思うんですよね。なんで逆に言うとね、このレンズがあるからこそ今のこうソニーの α7S3 とか、新しい α1 とか、そういう最新カメラの性能を 100% 引き出せるんじゃないかなと僕はね率直に感じました。まあ、さっきも言った通り、あの中望遠とかね、そういうしっかりと被写体を際立たせるっていう、そういう表現をしたい時にもこの 50mm でかなっちゃうんで、いやこれはいいですね。あ、旅行のレンズラインナップに加えるか迷うな。まあ、本当に撮ってて気持ちよかったし、実際この辺の写真とかもねめちゃくちゃ良くて、もう本当ね、あのもうすぐに SNS とか投稿したかったんですよ。投稿したかったんですけどね、なかなかちょっとできなかったんで、これからあの投稿しますんで、ちょっと楽しみにしててください。はい、ということで大体ねこのレンズについては分かっていただけたでしょうか。もしねいいなと、気になったと思ってくれた方は、ぜひね概要欄の方からリンクをチェックしてみてくれると嬉しいです。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、Instagram 等やっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。